に関しましては、うん、雪解け水を通すやっぱりね、今日も今日とて水質が、うん、なるほど、確実にいいことはもう分かっている。ではということで今日は竹山サウナに行きたいと思います。竹山サウナですね、はい、竹山杉を使ったサウナ小屋らしいんですよ、うん、おお、杉で、なんかサウナに入るということを、うん、竹山サウナでは、うん、あの登るという表現を使うそうで、サウナ室、サウナ小屋の中も、うんうん、竹山連峰をこう連想させるような作りになってるんだって。ではということで今日はこのまま竹山サウナにレッツゴー。竹山連峰じゃね、竹山サウナですね、はい、竹山杉を使ったサウナ小屋らしいんですよ、うん、おお、杉で、なんかサウナに入るということを、うん、竹山サウナでは、うん、あの登るという表現を使うそうで、サウナ室、サウナ小屋の中も山、うん、竹山連峰をこう連想させるような作りになってるんだって、うん、だから一番高い山に登れば暑いし、うん、みたいな、あ、なるほど、そういうところもまた土地に合ったサウナを表現してる感じだね、うん、すごい、すごい、山だ、山山山、うおたい焼き、木村屋のたい焼きね、おお、すごいじゃん、もう生地が美味しい、あー香りだ、うん、雪風呂に関しましては、うん、雪解け水を、おお、やっぱりね、今日も今日とて水質が確実にいいことはもう分かっている。もう帰る頃にはもうゆで卵みたいになってるじゃない？トロトロかもしれない。なんかもう夏休みみたい。絵が。やっぱりその景色もね、はい、水風呂だったり外気浴してる時の景色も、うん、もう美しいなんですよね。なんかね、ちょっと印象的だったのは、うん、今日の一人の取りで、サウナが好きにもっと好きになるとか、そういうことよりも出会うのが好きになる、そんな場所だったっていうようなコメントがあって、こうなんかこう染みたね、その言葉がなんか染みた。では一言。何？一言。一言？うん、何？ Let's go! え？何？ああ、すごい。ペパーミントじゃない？いいですか？いいと思うよ、ペパーミントで、はい、ではミントでご用意します、はい、この後水着にお着替えいただきまして、はい、外にお越しいただいて改めてサウナ室の中にご案内させていただきます。はい、そうですね、ご退室時間は16時、4時になりますので、それまではサウナ室別荘内ご自由にお使いいただいて、うん、お過ごしいただければと、はい、わかりました、はい、はい、はい、どうも、
はい、どうぞ中入ってください。はい、じゃあ先中入ってください。いいですか。はい、かっこいい。うわおお、おお、いい匂いだ。立山サウナは丸ごと立山をコンセプトにしておりまして、このサウナ小屋はすべて立山杉を使って建てられております。こちらのベンチは実際の立山連峰を模して作っておりまして、こちら3つ並んだ山の中央が 3015m 立山連峰の一番高い山となっております。実際のベンチの高さもこちらが一番高くなっております。ここではサウナに入ることを登山の登るというふうに表現しているんですけれども、上に登れば登るほど暑くなります。ただそこからは登頂した方しか見られない景色を楽しみいただけるようになっております。はい、今日天気もいいのでぜひ景色を楽しみながら。サウナストーブはフィンランドから取り寄せた春日を使用しております。こちらストーンの一部にも立山のものを混ぜ込んでおりまして、立山の河原で拾ってきた流木を使っていて、もう使えるものは全て立山さんのものというふうに感じております。では水風呂は8度で8度立山の雪解け水がそのまま来てるので、県外の方なんかはこの水温とは思えないぐらい、うん、ね、おー、飲み込まれる感じがするって皆さんおっしゃるので、はい、ぜさあ大丈夫ですか。限界オロポ、はい、これを押すと、はい、限界オロポ1分以内に凍るから、1分ね、オロポが中で飲めるという、うん、じゃあお願いします。いきます。来た来た来た、あざーす、カットが大きい、カットが大きい、じゃあいただきます。やばいぞこれは。お、どうも何も、ご覧ください、絶景。こんなに山ね、ちょっとね、うん、あのね、どっか行っちゃってんだよ今、体の中身がよ今もなお、はい、サウナトランスが、はい、あのエンドレースに来てるんですよ。サウナも水風呂も、うん、外気浴も全部が良かった。いや飛んだな、
飛んでるよ今も。整理して伝えをするとよし、サウナ満点、うん、水風呂満点、外気浴満点満点。そう、そうなんだよ。水風呂もさ、うん、ビシビシバシバシ来る痛さとか全くなく、うん、シーン、スーンってしてるんだけど、なんか柔らかい。すごい、もう時間止まったな、ね、もうインフィニティチェアに座って、うん、こう、お顔をちょっと隠して、うん、ってなってると、うん、気づかないうちにどっか行ってんだよ。そう、どっか行ってんだよ、どっか行ってんだよね。そう、で、どこに目を行ってもさ、いいのよね。あの、目つぶりたいけど目つぶるのもったいないし、そうだね、そうそう、目開けてるのももったいなく感じる時もあるし、そうだね、そうだね、どっちもやっとこなきゃみたいな。そうそうそう、言われてみればそうかもしれない、ね、うん、せっかくならって。すごい、すごいね。うん、すごいねこれ。あ、そうだ。はい。でででで。お手を洗うの。おー、イエーイ。ゲッチ。はい、めっちゃ嬉しい。嬉しい、ね。可愛いね、うん。刺繍ですよ。可愛いのよ。後ろの絵がね、ちょっと今見えないんだけど。うん、まあ、明日着るんで。はい。ぜひ。ご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、はい、よろしくお願いいたします。コメントなどもいただけると大変励みになります。はい、それではまた次回の片付けでお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。2019年12月29日にリニューアルオープンだね、これは。そうだね、はい、したサウナでございますが、はい、今回は北欧でしょうかね。北欧、そうだね。この浴室にちっちゃいサウナ小屋が建ってるらしいんですよ。へ、うん、で、そこでセルフロウリュができるらしいんですね。入れる心地よさがあった、うん、温度差がそんなにないんだよね。あ、そうだね、うん、確かに。でも、うん、この緩い温度差が非常に深いリラックス効果があるよね。そうだね、うんうん、分かる。